あ、神様。女は敬虔な声で囁いてすり泣き始めた。アテナはどうなっていたか知ってる？一番孤独なる者へだ。どうしてわかったの？女は小声で尋ねた。これは君が瓶に入れた手紙だろ？ええ、女は言った。誰にも心にかけてもらえなくて、そんなことが一遍もなくて、それに耐えきれなくなると人は瓶に手紙を入れて海に投げる。一緒に自分の孤独の一部を捨てられるから。腰を下ろして、いつかどこかの誰かが見つけてくれることを考えて、その時初めて気がつく。手紙が理解されるのが一番怖い。月は今や沈みかかり、波も静かになっていた。僕たちは共に振り仰ぎ、星空を見つめた。女がまた口を開いた。どれほどの孤独なのか、私たち人間には決してわからないわ。みんな円盤を最初から円盤だと思っていたけれど、本当はそうじゃない。あれは手紙を入れた瓶。地球の瓶よりもずっとずっと広い海を渡らなくちゃいけなかった。大宇宙という海を。だから見つけてもらえる見込みはないも同然だった。孤独？私たちには分かりっこないほどの孤独よ。ようやく質問する勇気が出てくると、僕はどうして自殺をしようと思ったのかと女に尋ねた。我慢できなくなったから、女は言った。円盤が私に話したことに、だから手返しをしてやりたかった。前は私、助けを差し伸べられるほど怒った人間だった。でも今は、助けを差し伸べる感覚力が優れた人間になって、確かめずにはいられないの。誰も私を必要としていないの。それならそれでもいい。でもお願いだから、私の助けを必要としている人間なんてどこにもいない、一人もいないなんて言わないで。それには耐えられないから。僕は深々と息を吸い込んだ。君が投げた瓶の一つを2年前に見つけたんだ。それ以来ずっと君を探していたんだよ。潮汐表や潮流図、地図を頼りに旅を続けてね。あちこちで君の噂や瓶の話が耳に入ってきた。そしてついに、君がもう瓶を海に投げ込まなくなって、夜になると砂丘を歩き回っているという話を聞き込んだ。僕には君がそんなことをする理由が分かった。だからずっと走ってきたんだよ。ここでまた僕は息を継がなくてはならなかった。僕は足に障害を負ってる。ちゃんと考えることはできても、考えたことをその通りに言葉で言い表すのは苦手だ。鼻だってこんなに不細工だよ。女の人と付き合ったこともない。人と顔を合わせなくちゃいけない職場には一遍も雇われたことがない。君は美しいよ、僕は言った。君は美しいんだ。女は何も言わなかったが、その体から光が溢れてきたかに思えた。老練な月の光にも負けないほど明るく、影を伴っていない光。この光にはいくつもの意味があるが、その一つはこうだ。どんな孤独にも終わりがある。嫌というほど長い間、嫌というほど孤独だった人にとっては。
本日もご視聴ありがとうございました。本当にたくさんの方に見ていただいて、こういう風に記念動画を上げられることも本当に嬉しく思っております。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。